ニナリッチはフランスのファッションブランド。1932年にイタリア人デザイナー、マリア・ニナリッチとその息子のロベルトがフランス・パリで創業した。ニナリッチの香水1932年に鳥の出身のイタリア人、マリア・ニナリッチがパリで創業した。マリアは製品を仕上げる際、デッサンを行わず、生地を直接顧客に当てカットしていた。 洗練されたロマンティックなデザイン、そしてすべてのコレクションフェミニンな印象を与えるデザインで、ニナリッチはすぐに有名になった。第二次世界大戦が終結した1945年、戦争の賠償金のために国が資金調達をしている頃に、デザイナーたちは女性たちが過去にオートクチュールに夢中になっていた頃を取り戻すことを要求された。 マリアは息子のロベールに経営を譲り、自らはデザインを担当することになる。ロベールはシャンブル代表のルシアン・ルロンと共に練っていたアイデアを実行に移した。バレンシアガやマダムグレを含む40の同業者から借りた150体以上のマネキンを用意し、ブランド一押しのオートクチュールを着せ、ルーブル美術館でファッションショーを模様した。これは盛況に終わり、その後、 ショーはヨーロッパ各地を回り、ついにはアメリカでも開催された。1946年、ロベールは香水部門を立ち上げ、初製品となる香水、クールジョアを開発した。1948年にはニナリッチの代表作であり、現在までトップセールスを記録するレールデュタンを発表した。そして、いくつもの航空会社の制服がニナリッチによってデザインされた。 1950年代に入ると、マリアは70歳近くの高齢になり、徐々にデザイナーとして活動しなくなり、1959年にデザイナーを正式に引退した。ロベールは新たなチーフデザイナーとして、ベルギー人のジュール・フランソワ・クラエを選出した。1963年、クラエは、ニナリッチを去り、ランバンニへ移籍した。そしてすぐ、 ジャックファットとジャンパトが引き抜こうとしていたピエール・バルマンで働いていたジェラール・ピッパールがチーフデザイナーに着任した。彼の起用はニナ・リッチのブランド名をさらに高め続けることとなった。1970年のマリア氏後、ピッパールはブランドの総水に任命された。また、ロベールは香水部門に集中し続け、1988年に 亡くなるまで働いていた。マッシモグイスさん家が1988年にクラエからニナリッチブランドを買収した。マッシモグイスさんはデザイナーとして仕事をしたが1999年から数年間ナタリー・ジェルベがチーフデザイナーを務めた。2002年5月アメリカ人ジェームズ・アギラルがチーフデザイナーに就任。2003年 チーフデザイナーに就任したスウェーデン人ラース・ニルソンがデザインしたニナリッチは評論家から不安定な見通しを持って迎えられた。彼は2006年初頭に突然再デザインを行い、同年9月にベルギー人のオリビエ・ティスケンスがチーフデザイナーに就任。2009年、ピーター・コッピングがアーティスティックディレクターに就任。同年、アメリカ大統領就任式において、 ファーストレディとなったミシェル・オバマにより着用された。ニナリッチの香水の最も有名な香水は、1949年にフランスで作られた、地の流れという意味のレール・デュータンである。マリアとロベルト親子が人頭に立ち、情熱と世代の融合された優雅さを掴んでいた。ロベルトはパヒューマーである、フランスワ・ファブロンと仕事し、マダム・ニナリッチの服のような優雅な香りを作り出した。 ルネラリックは優雅な庭の鳩をデザインしたクリスタルガラスの香水ボトルを作った。その他の古典となっているニナリッチの香水にはファルーシュ、カプリッチ、フルールドフルール、オードフルールがある。そのどれもが独特のラリック製クリスタルガラスの香水ボトルに入っている。男性用香水にはシニョリッチ、シニョリッチスー、フィレアウスがある。近年の香水にはニナと 三タイプの香りがあるレベルドリッチという全く異なった香水がある。近年の使用方法として香水を髪の毛のできるだけ毛先の方に2回程度かけるというものがある。そうすると一挙一動するたびに髪の毛と一緒にふんわり匂いがするというありがとうございます。